この赤い龍神丸、小さい頃からすごい好きだったんで、この腕につけるのが小さい頃すげえかっこいいと思って、まあ、上まで振り上げることができますね。比べるとこんな感じ。もう引退しようかなと思って、もう20年近くこう在庫なくなっちゃったりとかで、真骨頂とかフィギュアーツなんかも集めてたんだけど、仮面ライダーのでほとんど買えなかったりとかするんで、で、かがやんです。今回はですね、いきなりなんですけど、もうパッパパッパとやっていきたいと思いますので、ネックスエッジスタイルのマシン英雄伝ワタル2のニューリュージンマルの宇宙海バージョンを紹介していきたいと思います。はい、箱がこんな感じで、プラクションみたいな箱になってるのかな、箱絵が。これプレミアムバンダイ限定のやつで、一般じゃちょっと買えないんですけど、結構宇宙海僕結構楽しみにしたんで、めちゃくちゃ開けるのが楽しみです。もう満を持して登場って感じですよね。まさかこの年になって龍神丸がまた立体化されて買えるとは思わなかったんで、マジでバンダイさんありがたいっす。僕ね、メインチャンネルで全然チャンネル登録者数もいないんだけど、エンタメ系のことやってて、もう顔出してるんで別にいいかななんて思って、大体商品紹介する人ってあんま顔出しする人いないじゃないですか。だからあんまセオリーじゃないのかなと思ったけど、僕も一回顔出しなしで違うチャンネルで商品紹介したことあるんですけど、めちゃくちゃやりづらかったんですよ。もう顔出して喋った方がやりやすいなと思って、もう関係ないですね。とりあえずもう好きなことやります。これ他にもいろいろシリーズ出てて、激丸とかも最近出ましたよね。こんな感じです。龍神丸の中でこのワタル2の宇宙海バージョンのこの赤い龍神丸、小さい頃からすごい好きだったんで、これなんで好きかっていうと、そうそう、ここに銀河龍河剣っていうの、これ銀河龍河剣を肩につけるんじゃなくて、この腕につけるのが小さい頃すげえかっこいいと思って、ガンダムとかでもなかったからこういうのって、で小さい頃だったからそういう発想がなくて、ここにつくのと思って、めちゃくちゃかっこいいじゃんと思って、でこうやって青龍剣を持たして、ほらかっこいいでしょこれ。まあこの辺シリーズ集めてる人だったらもう可動とか大体分かってると思うんで、あえて別にもう僕は可動のことがうんぬんかんとか言わないですけど、まあ上まで振り上げることはできますね。かっこいいよねこれ。で今回まあただ紹介してもなんだからと思ってプラクションも用意したんですよ。これがプラクションで、もうこの時からかっこいいでしょ。この丸みのある可愛い感じのプラクションでもすでに宇宙海ってかっこいいんですよね。比べるとこんな感じ。まあ頭はこんな感じで、まあ、顔はやっぱりこっちの現代版の方がかっこいいっちゃかっこいいけど、まあ、こっちも多分塗装したりなんだったりしたら結構かっこよくなるんですよね。比べるとこんな感じで、ちょっとプラクションの方がなんかスタイルいいかな、やっぱり。プラクションの方がちょっとかっこよく見えちゃう。もう悪くないんだけど、ちょっとちっちゃいのかな、ちっちゃすぎるのかな。まあ部分で言えばある程度ちょっとこういう尖った感じの作りとかはやっぱりこっちのネックスエッジの方がいいかなと思うけど、
全体的なバランスとか見ると、まあ、ちょっとこの思い出がどうしてもこっちの方が補正かかっちゃってるからかっこいいって思っちゃうのかもしれないけど、まあ、プラクションもいいです。まあでもこのネクスエッジもいいはずなんで、いいはずっていうことはないけど、かっこいいよね。現代版で出してくれるってのはありがたいよ。だってこれ今シリーズで龍神丸とか仙人丸も出てたっけか、ちょっとなんかいっぱいありすぎてね、僕もわかんないですよ。これなんで僕がこの動画撮るようになったかっていうと、いっぱいありすぎて開封のものが多くて、開けてあるのもあるんだけど、ちょっとね開けながら動画撮って、ちょっともうちょっとずつ処分していこうと思って、そんな感じで始めていました。っていうかそもそも、あのもう引退しようかなと思って、もう20年近くこういろいろ集めてきて、他にも結構まだまだこう眠ってるものがあるんだけど、箱でこんな感じで開けきれてないのと、ガンプラも作りきれてないのがあるんで、これを機にちょっと一回頑張って作ってやってみようかなと思ってます。引退する理由はいろいろあるんだけど、結構プレミアムバンダイのものも買えなくなってきたりしてるじゃないですか。すぐ在庫なくなっちゃったりとか、なんかいつでも買えるからいいや、バンダプレミアムプレ版の方は、なんて思ったら、最近プレ版の方もなんか数量限定みたいになってきたりとかして、で真骨頂とかフィギュアーツなんかも集めてたんだけど、仮面ライダーの、それもなんか結構一般で販売したやつってほとんど買えなかったりとかするんで、でオークションとかで買うとなんか高いし、なんかこうやっぱこうシリーズでせっかく集めてたのに買えなくなっちゃって、歯抜けが出てくるんですよね。歯抜けが出てくるのがどうしても嫌で、開けてないのに別にいいじゃんって思うかもしれないんだけど、未開封のもんばっかじゃんって思うかもしれないけど、でもやっぱこう買って安心するみたいなのがあるし、欲しくなった時に買おうとしたらやっぱヤフオクで高くなってたりとかするから、買える時にやっぱ買いたいじゃないですか。なんだけど買えない状況がやっぱ続いてて、もうちょっとこれを機にやめようかなっていうのもあって、ただやめてもこんなにいっぱいあるから、まだこの部屋だけじゃなくても他にも、あのクローゼットの押し入れにも段ボールで BB 戦士とか SD ガンダム系が結構あの番号順で全部バーって並んでたりとかするんで、だからそんな感じでちょっとずつ始めていこうかなと思ってます。なんでまだメインチャンネルの方とこっちのサブチャンネルの方のちょいちょい、まあ、特にせっかく今一発目で龍神丸やったんで、ちょっとマシン英雄伝渡るシリーズをプラクションとか、まあ、新旧含めてちょっと出して いけたらなと思ってます。よければ、評価の方とチャンネル登録をお願いいたします。ではかがやんでした。